配信やっと開始しました。遅れました。ようこそニュースのカツです。ワードベンチ6月の勉強会に来ております。ということで、その間ワードベンチ6月の勉強会配信開始しますのでよろしくお願いします。今日は HTML5 へのコンバートの方法です。でこれ何やってるかというとですね、出力せずに取っておいたバファの内容で、これですね、正規表現でちょっと見にくいんですけども、すら括弧閉じは括弧閉じにし、でタイプのテキスト CSS、まあ、この コロン、シングルコロンだったり、シングルコーテーションだったり、ダブルコーテーションだったり、まあ、どっちかでタイプがテキスト CSS っていう記述があったら、なしで。同様にテキスト JavaScript っていう記述があったら、なしで。というふうに文字列の置換を行います。で、最後に出力する。で、こういうふうにやると、本来、今現在、ヘッダーの話してます。ヘッダーで、ファイルがですね、CSS と JavaScript の指定の仕方が HTML5 で変わったので、KZ さんが function.php を使ってどうやって変えていいかっていうのを話されてます。で、そうそう言うと、ほら、おお、消えてるでしょ。余計な記述ないでしょ。こういうことができるんです。でこれを、この考え方を応用すると、このですね、ワードプレスで出力すると、だいたいこの HTTP から始まる動画フォームがついてくる、長いんですね。でこういうのもなくして相対アドレスにしちゃう。でそれで HTTPS とかにもすんなり対応できる。でただ注意点としてはですね、こういう一旦バファーに溜めといて出力するっていうことをやってるプラグインがいくつかあるので、そういうのと重なると、うまいこと動かないかもしれないので、そこは注意してください。ここまでで何かご質問は。はい。今、HTTP から始まる URL のところが長くなるって話があって、はい、そこを短くすることができる、相対にできるっていうお話されてますよね。はい。で例えば、回線が変わったときの対応ってどうなりますか。トップページがあって、その下に親カテゴリーがあって、さらにその下に子カテゴリーがあるみたいな感じなんですけど。それはですね、どうしても必要なところなので出てきちゃうんですけど、この http://wordbeach.org すらっていうのはもう絶対いらないじゃないですか。もうすらだけでいいですよね。なんでこれを省くことができるというレベルです。はい、分かりました。はい。その後のパーマリンク構造で出てくるやつは縮めちゃうとどうしようもなくなっちゃうので、それはそのままにしておいた方がいいです。回線が変わる場合があるならば、ベタガスで変えても大丈夫ですかね。あ、全然大丈夫ですよ。そのこのドメインの下が、親カテゴリー、子カテゴリー、子カテゴリー、孫カテゴリーなど、なってもどういうふうになっても、それはそのサイトのパーマリンクっていうだけなので、その頭にこのドメインがついてるかついてないかだけの話になるので、それ以降の、カテゴリーアーカイブのパーマリンクの階層構造がどのように変わるかは
関係はしない。わかりました。すみません。はい。大丈夫ですか。はい。ちなみにあの場合なんか競合する場合があるじゃないですか。はい。例えばなんかどういうプラグインを入れた時に競合したっていうのがありますか。一応僕は競合したことはないのですけど、プラグイン使わないのであのこの考え方を提示してくださった岡本さん、岡本渉さんという方が自分で作っているプラグイン、ヘッドクリーナーというのがあるんですけど、まあ、このヘッドの中をもうちょっとスッキリさせるためのプラグインなんですけど、それが同じことをやっているのでうまく動かないかもよって本人が言ってます。検証してないと思うんですけど。ところです。はい。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。じゃあヘッドはこんな感じで終わっときます。インデックス。インデックスに行ってんのか。違うな、ヘッドだな。はい。次ボディタグいきます、ボディタグの下にここでは、ID ヘッダー、ギブでくくったヘッダーがありますにロゴマークとかを表示するわけですねサイトで言うと、この辺りです。これヘッダー、ヘッダー、本当にヘッダーっていうのを見るときは、ファイアバグを入れていただいてボディの新しいワイヤー、ここに相当するんですね。ピカ。ちょっと見にくい。こんな感じ。はい。で、今まではこんなような書き方をされてたと思うんですけども、HTML5 になるとヘッダータグっていうのがあってきましたので、それを使いましょう。そうするとすっきりしちゃう。でこの中の構造は別に、元通りで一緒で構わないです、はい、で次インデックスに行きます、コンテンツ部分ですね。コンテンツ部分、DIVID コンテンツだったりメインだったりで書かれると思います、こういう大きな括りはですね、セクションタグっていうので括ってください。でこの子たちは、ID なり何なりをつけといた方がいいと思います。でその下に、このですねワードビーチの紹介文があるんですけども、これは元は自分でくくってあります。でこっちはセクションでやってあります。このディビジョンとセクションどう使い分けるのって悩まれると思うんですけども、その大きなくくりですね、そのサイトの文章の構造上大きなまとまりで意味のあるものだったらセクションを使えばいいと思います。でちょっと分けたいというだけのものだったらディビジョンでいいと思います。と言われてもピンとこないですよね。にセクションっていうのはなんだ、日本語で言うと節疑問形なんだけどなので、まあ、そうある程度のブロック、でかい内容ですね。そうですね。そこだけで何か、大きなまとまりのあるグループにした方がいいです。
で div はもう細かく分けたいときというような意味合い、なんだろう、例えが難しいな。アーティクルはあんま使わないんですか？アーティクルはその下に出てくるから。まあここでですね、ヘッダーでワードビーチ名古屋へ、ワードビーチ名古屋へようこそかな、こういうのがタイトルがあって文章があると思うんですけども、ここにタイトルがあってもうちょっとなんちゃらなんちゃら、もう一個下のレベルのキャッチフレーズがあるとかいうのをちょっとひとまとめにしたいっていう時なんかは div にすればいいと思います。これが今はヘッダーの2で、それをこうヘッダーの3でなんちゃらってやった場合に、この間まではヘッダーをまとめる H グループっていうタグがあるからそれ使うといいよって言われたんですけども、なんかこれやっぱややこしいからやめた方がいいんじゃねって今話になってたりもするので、これちょっと使用をするのは控えておいてですね、リグとかにしといた方が今のところいいかなと思います。はい、ここは P とかの場合にしますね。はい、でこのリードの文があって、次に、サイトでは、投稿ですね、記事、テストばっかりで申し訳ないですけど、記事がザラザラザラっと出てくるようになってます。これはワードプレスとかどんなブログでもそうでしょうけど、投稿をぐるぐる回して同じ内容を同じフォーマットで出力されるさせるという処理です。でワードプレスでは、決まりのですね、決まりの遠いな、こうか、はい、今このファイルを表示したときに、投稿があるならハブポストっていう関数使います。でこれがあるならじゃあそれある限りループ回しますよって言ってザポストを書いてからその今注目している投稿に対しての出力を行います。で大体、エントリーですかね、エントリーだったりポストだったりすると思います。でくくって、タイトルに、タイトルそのものと日付を、グループ化して表示させていると、こういう使い方がいいですね。でその後に本文を表示させる。でこの一塊でこの子に、ゲットパーマリングとかザデートとかザコンテントっていうのが今ぐるぐる回しているうちの今注目している投稿に投稿の内容をそれぞれ表示させるという書き方です。でこれを HTML5 にするとまず div クラスエントリーとかやってたやつはもう投稿記事なので専用のタグになるアーティクルっていうのでくくってあげましょう。このクラスエントリーはあってもなくても別にどっちでもいいです。で閉じアーティクルですね。でアーティクルの中のタイトルだったり時間だったりっていうのはそのアーティクルの中のヘッダーなんじゃないのっていうことでdivクラスエントリータイトルってやったのをもうヘッダーと書いちゃったわけです。でくくります。で本文は、特に何でもないので div でくくってボディというクラスをつけて、スタイル当てれるようにしておきます。でここ元は p になってたんですけども、このコンテンツの中にタグで P が入ったりするので P の中に P 入ると嫌なので、div にしてあげてください、ね、でこんな感じですね、ぐるぐるぐるで、セクション閉じてメインが終わりです、はい、
そうですね、 ID の付け方としてはもともとレフトから、このページのこことここで左側だからレフトカラムってなってるんですけども、それレイアウトの話なんで HTML にはレイアウトの話は持ち込まないというのを貫くようにすると、これではメインとかにした方がいいですね。でここも、あれですね、名前の付け方に苦慮したためにちょっと変えたってことになってるんですけども、意味をつけるとするとこれは何だろう、何何っていうの、リード文っていうのだとすると、違う、ここにこういうふうにつけたら違う、こういうふうにしたわけですね。その場所ではなくて何なのかを示す ID をつけるようにするといいです。はい、これでメインのループの部分終わりです。どうでしょう、何かご質問は。はい、大島さん、さっきコンテンツのとこにキータグがつくって言ってたんですけど、はい、あれってさっきのヘッドの方法で消せるんですか。消せますよ、よっていうか全部消えちゃいますけど、消し方にも言いますけど、でもコンテンツの中は中でレイアウトされている可能性が十分あるので、HTML タグを書くことができるので、でお客さんによってそういうのは全然ないよ、ただの平の文だよって言ったら P でもいいですし、コンテントっていうのを出力するときにもうそのフィルター専用でタグを全部取っちゃうとか、ストリップタグをするっていう処理も可能ですね。はい、まあ一番基本的にはこんな感じでやると良いです。質問していいですか。はい、HTML5 の仕様がさっきの H グループとかはまだ揺れてますよって話だったんですけど、はい、そこら辺の情報とかってどうやって仕入れられてますか。風の噂で風の噂でこいつ話してるんだな、変わりそうやなみたいな。なるほど、まあニュースサイト、すみません、新聞マガジンか、はい、検索してGoogleで教えてくれるレベルですか。広まってますよ、そういう話って。知ってる人は知っている。じゃあ調べると出てきます、ね、そうですね、はい、で日本だったら HTML5.jp だったかな、岐阜の方がやられてるところなんですけど、あそこは最新情報を取り扱っていると思うんで、そこをチェックしていただくとかがいいと思います。はい、なあサイドバー行きましょうか、はい、サイドバーはですね、こういうふうですね、ちょっとサイドバーの用意はしてないので 今やりますね。これもですねライトカラムかどうかはわからないので、もうサイドメインじゃないカラムっていうにしといて、このようなビジョン、をですね、例えばアサイド、っていうふうにすると、これは本文というか、その今メインとしているコンテンツとは直接関係ないけども、ちなみにどうぞみたいなの情報を出したいときにこのアサイドっていうのを使うといいです。これは結構皆さん悩まれるみたいですけど、サイドバーに使ったり、あとは本文の下に関連ポスト、関連のある
投稿を表示するときとかにそれを囲むときに使うといいかもしれないねっていう感じです。これは、参加の参加するのボタンですかね。こういうのはもうセクションじゃなくてディビジョンでいいです。なんでと思わない別にまあ DIV かなっていうなんとなく掴んでいただけるといいかと思います。ツイッターもそうですね。これもこれ、これも何だ。タイトル P。これはあ、これ元は画像表示してたのかな。これちょっと古いですね。まあいいでしょう。で、サイドバーでワードプレスで特徴的なのがダイナミックサイドバーっていうのがありまして、この技術ですね。これ何かっていうと、テーマのウィジェット見るとですね、ウィジェットエリアっていうのが用意されていて、ここに例えばサイドバーに何を表示したいか、私はアーカイブが見たいな、カレンダーも欲しいわ、こうやってやっていくと、更新した時にですね、カレンダーだったりアーカイブだったりが出てくるよという、これダイナミックにユーザーが指定できるウィジェットエリアですよっていうことなんですけども、それがあればもうそれを出力しちゃってくださいっていうことです。でない場合にデフォルトで何が表示したい場合は if not で、if とやって、まあ、この間になんか、タグを自由に出力してもらえば、お客さんが何も登録していないときはこの中を出力するっていうふうな処理ができます。でデフォルトの、アーカイブを出力するとか最近の投稿を出力するとかっていう記述をすればいいと思います。これはですかね、これは Facebook の、なんかビジェットです。はい、サイドはこんなような感じです。サイドも、いくつも作れますので、これ今こんだけあるんですね。ビジェットエリア、フッタービジェットエリア、サイドだけじゃなくてフッターにも、このようなこのサイトの下の方にですね、最近の投稿とかアーカイブ表示したりというような使い方もできます。その辺は非常に柔軟なので、いろいろいじってみてください。わからないことがあったら聞いてください、はい、じゃあサイド終わります。フッターいきます。蓋ほとんどないですね。一緒おかしいないか。で蓋もですね、蓋っていうタグが用意されているので、もう蓋って書きます。蓋。もうでは蓋返しとか書かんでいいやんっていうふうになりますね。すごいシンプルな操作になります。で、ここコピーライトしか書いてないんですけども、コピーライトを書くときはですね、これ知ってるとおって言われますよ。
スモールっていうふうに書きます。細目って言うんですけど、細目、細かい目、細かい目、わかる？細目、これね、はい、じゃあ細目って何やねん。でこの場合はですね、まさにコピーライターの表紙に使ってくださいというふうに HTML5 では言ってます。元はですね、フォントを小さくするような感じで使われたと思うんですけど、このフッターにスモールがあれば、このページなりサイトなりの細目、タグの中意味付けがちょっと変わったんですか。そうですね、はい、要はちょっと著作権表示をしてくださいって。これを書いとくと分かっとるな、全然知らなかった、思われます。あとはお決まりトリビアですね、はい、あと会社の住所とかも書かれる場合があると思うんですけども、そこはもうアドレスで書いてください。でアドレスの中にコピーライト入れてはいけません。だって住所じゃない住所かまた連絡先ですね、この中に書けるのは。でコピーライトはここに書くと分かってねえなっていう。なるほど分かります。基本的にはもうこんだけで、タグ、HTML のタグですね、セマンティックな、書き方としてはこれで一通りですね。でこのフッター、ヘッダーの類は、このアーティクルの中だったり、セクションの中でも作れるので、例えばこれ本文の後にですね、フッターとやって、でここに、PHP がカテゴリーを表示するとかですね、するといいかもしれないですね。こうか PP のカテゴリーな感じで、はい、そうするとなんかすっきりして素敵な感じですね。素敵で通じるかどうかですけど、素敵です、うん、要は素敵なすっきりした HTML ソースにしましょうっていう感じですね、はい。でじゃあこれヘッダーヘッダーってあちこち出てきたけども、スタイルシートどう書くねっていう話になりますよね。そこはもう特に CSS3 っていうわけではないんですけど、 ID とかつけたかったらつけてもいいです。僕は ID とかつけるのがめんどくさい派なので、例えばヘッダーだったら、ボディ直下のヘッダーでします。ボディ直下にヘッダー2つも3つも出てくるのはダメなので、これで特定できるので、これでいいはずです。で文書の投稿の中のヘッダーはどうやるのっていう場合は、そのエントリー直下のヘッダーとしてあげればいいです。またはここはアーティクルのヘッダーでもいいです。そんな感じで指定してあげるといいかなと思います。
でですね、設定 HTML5 にで書くと、この公式サイトがですねこういう風になる予定です。HTML5 すげえ。ちょっと間に合わなかった。すまんけど。はい、これギリギリ怒られないと僕は思ってるんですけど。マーク埋もれとるけど。マークはこれあのロゴがこの。ディテール見てくれるこのガッとサッと来た感じここでやるよみたいな次はここでやるよっていう感じで最強やなこうなりますこれはいい交互期待ですじゃあ名古屋を強調するためにこうなんだカッコつやがってっていうサイトだがだてこういうのを忘れないように名古屋は頑張っていきたいなと思います。これめっちゃ面白いですね。最高ですね。HTML5 すげえよ。マクランケさんに怒られるかもしれないです僕怒られるのは小野ちゃんなんで僕が全然謝るんでぜひこれでいきましょうすごいワードキャンプって書いてあるのこんなちっちゃいからねドキドキサイト的にもワードキャンプこれでいきますあれちょっとやばいやろワークダドキャンプちょっともうちょっと大きいやろやばいやろいやもうこの崩せないこのデザインがベストだからこんだけキャンプでかいからいいねワードビーチ始まったすぐに僕が申し訳ありませんって言うごめんなさいごめんなさいってみんながつぶやけから入ればじゃこれ公式のキャンプのフォントなのでフォントというかロゴなのでそこから名古屋とビーチも作った俺がすごいよこれちょっとユーストの録画やめようか怖いですねちょっとサイト公開する2、3週間前ぐらいでギリギリ回ってます承認が得てからリスティングにみんなワードキャンプ乗ってからそうですねこれはワードビーチだから大丈夫ですねえみんながこれでそんな心配してるとねスクロールした時どうなるかっていうのがもっと心配本当ですねまあちょっと見せれんめっちゃ縦長ですやんこの手バレたバレたそうなんだよねお見たいなちょっと見せれんかなカメラ回ってると一緒だけ見せてくださいユースト外す俺はだからスクロールしますからね、まあ、一旦こうやってこういうふうになって普通の画面になるんですけど、はい、もうちょっとスクロールしていくとこれですこういうイメージになります。これいいっすね。これはもう縛られる。もう長いです長いです長いです。この長いのが使いたかった。うわーいいっすね。ちょっとどこで探したのこれ。本当です。もうこれ探しまくったもん。探しまくって探しまくってもう有金はたいて。これは僕。来年から僕多分ここに来れないですね僕責任取ってまあね、ゆめちゃんを超えるのはこれしかないダメな方向に面白いものすごく加工してありますからねどの写真も本当こんな綺麗じゃないですもしかしたらもっと太ってたちょっといろいろいろんなところを修正してありますはい何のイベントなんですかこれでワードビーチですビーチでキャンプっていうイベントですあれビーチでキャンプね間違ってないでしょ間違ってないいいなはいこんなノリでやっていこうと思いますおー戻しよちょっと CSS3 はちょっと今回はしょらせていただいてちょっとじゃあワードビーチ話をそろそろはい
詰めていった方がいいかなという気もしていますので、はい、はい、はい、一旦 CM 入ります。はい、じゃあ休憩しましょう。はい、休憩してください。30分まで休憩しましょうか。3時半までじゃ休憩して、それからですね、ちょっとワードビーチっていう今このサイトのイベントですね、この詳細で止めていこうかなと思います。またじゃあ30分からその話しますので休憩してください。はい、なるべくこのホワイトさんのイメージのままこういいですね、本当に行ったら上がったHTML5 すごいですね。あんなになっちゃう、なっちゃう。すごい。つけるとあの女の子出てくる。なっちゃう。すごくない？どんな表情？ダブルスルーシーやりましたね。未来的な。レッドに近づいた。だんだんレッドに近づいた。チームレッドに近づいた。バレたか。どうしようかな、チームごとに分かれてやってる。いっぱいもらうよ、いっぱいもらうよ、いっぱいもらうよ。時代的にはセッションをやる、セッションか。でも作るところはどんどん作ってもらって、お金チームじゃん、自分もお金チームで作ってもらって、セッションアムに出るのと、あと OS 募集をちょっと入れます。あとはあれだ、会議が書いてある、これさえやりませんか、会議が。やらないことはゼニア、ゼニア、ダメだ。もうどうしようかな、会計がすごい心配なんですよね。フリーやってる人がいる、フリーで働いてる人は会計をちゃんとやってますよ。あー、それはちょっとフリーになる。プラグイン作者として、全然やっていただいてもいいんですけど、はい、それにして始まった。これでいいか、これでいいか、アメリカいかんも会計担当やめたんだったから、もう今日来てもらうんで、そこでちょっとこの金で、その金でいろいろ知ってたやっていけばいいから、ちょっとだけやる、トークヒアリングしてもらっていいですか、京都は、これ京都行きますよ、何日いえいえ、全然両日、両日美味しいよ、ダメだったで、両日行けば、そう、なんとかできそうなこれを、あっちに近い、めっちゃ肩の上が折りました今。ありがとうございます。30分だ。あ、何で送りましょう。おお、そういうことっすね。
知らぬ人になってたんですね。この間のオープニング会話。あれ、バニーさんがいないの？なんかテスト中なんだけど。まあ、いいですよ。進めてよ。先生先生さんです。新しいのが出るらしいんですけど。あちょっと悲しいって。はい。はい。なんか準備の方が出てくるんだけど、悲しいです。自分の携帯に出てきてるんで、細巻きチェーンソードなんですね。ね、休ましたよね。そう、野添さん痩せて、野添さん、なんでこんな細くなっちゃうのって思っちゃいましたね。髪の毛切ったからじゃないですよね。あれ、普通に全身セレブになってますよね。先週からまたセレブになってますよね。すげえ。まあ、そこもびっくりしました。僕の筋肉はつかないのに、お客さんの脂肪を落ちて、筋肉接触されたらそれで多いの。後半は3つ目で減りました。バードビーズちゃんと出せるよ。筋肉接触ぐらいな。リアルタイムでフォローしてくれます。刑事さんが残してくれます。はい、これでいいですか。どうぞ。ありがとうございました。アサイドの意味がどうかありました今日。アサイドって何なんだろうと思ったんですけど、ちなみにそういうことだったんですけど、はい、アサイドマップワードキャッチもなんですけど、アサイドって使うためにはアイロンとかでも問題ないですか。はい、ありがとう。ファイルがあるのにベースがあって、それを読み込んでもらえれば問題なくなる。それで検索したらベースが出てきます。 HTML5 SHIV ってやつ。 SHIV。 あのさん、あのさん、はい、生まれ初めて作ったワードプレスプラグインプロモさせて。あ、いいですよ。ぜひしてください。新規アップしてください。はい、じゃあ伊野さんのとこで。あ、まじですか。はい、カツウエのドッグコンロで、カツウエのドッグコンロで、カツウエのドッグコンロで、全くもうできない。あの、なんかタグで この。ダブルのコンベヤーだ。はい、ちょっとHTTP の絶対アドレスのところの、はい、端子
宿についてちょっと質問があるんですけど、あそこであのなんかね、HTTP のプロトコルとあとその面々のところ、はい、正規表現であの武器取引だったじゃないですか、はい、でそれに対するところは手打ちでやってたんですよね、ターンテーブルで、はいはいはい、でそこを変更できないと言ってたんですけど、ブログインフォの関数使っていきませんかね、テンプレート URL 順番関数の引数がテンプレート URL にあるとパスワード出てきますね、あれで代用して縮小することとか縮小というかあのここの部分をそのここ最近こればっかり見てるんですね、これちょっとここ書いてどこだろう、ヘッダーの部分の書いていきましょうか、すごいですよね、長くなっちゃう、みんなターンテーブルいきなりやりだした僕あの上野さんコンクリートファイブなんかやってた時からなんかヒッシーさんとそうヒッシーさんがハマりやがって それで僕ターンテーブルこれいいっすね、だから俺のやり始めたから俺の友達がターンテーブルのメーターにされたから俺の友達みんな入ってたからね、へえそうなんだ、ブログインフォでテンプレート URL ってやるとこれが出てきちゃう、フェイスブックで連携したら出たやつをそのあとも出たやつをその聞くだけで一人でも出たやつやってるんですけど、そうそう相対やつにしちゃう、服しか流れないその方がこれいいブログになります、どっちが、はい、どっちってどっちスタイルシート例えばこうやって出てますよね、ベベベベベベでエッジから5のすら5までがこれブログインフォのスタイルシートディレクトリーで出てるんですね、あ、完全にしてるのかと思って、あああの ここの後がカテゴリーアーカイブとかでそこの構成が変わったらどうなるのって話だ、こういうとこの話だ回答でコーディングさんのブラシ。ルームの名前でコーディングしてる人、パソコン使ってなんかやってる人が聞いてるんで、ここいつも人多いんで。部屋が分かれてる。部屋分かれてる。色々ればいい。そうですね。ウィンドウとかでも、クローム OS 使ってる人もいるんですよ。これなんか、クローム。なんか、ポイントがあればいけるんですよ。これまでやっぱり出すっていうのが全部だから今は事務所はスーパーユーザーそれもいいんだけど結構今日は面接で来る途中で結構ギリギリできちゃったんで、その止まった分もあったんですけど、神宮前のちょっと前ぐらい止まった後なんか踏切の検査私が通り過ぎた後だからそうですね、1本積みぐらいの結構前ぐらいの ここいつのところですか、ちっちゃい、いいね、いいね、
顔がいねえ。あの今緑色の頭振ってるやつ、このカーソルの上のクソちっちゃいな。あの奥の奥の方です。これ聞いてる人は全部客席の方に表示されるの。そうですね。それから丸側が空いたら入れるんですか。あ、そうですね。ここで人気 DJ とか なんかいろいろ選びますよ。DJ は分かるんですかね。顔の色が悪い。これ遠距離脱毛症ストレスちょっとハゲちゃいましたみたいな。どんな DJ なんですか。どんな DJ。 精神的な精神的な。そうやん。あんまりでも遅いからありますもん。全然気をつけてない。だって、マジが横で、その始まりしちゃって。外れたのもちょっとまだこれ。かわいいな、やってみたい。オーディエンスのリアクションを気にしすぎてハゲてきたっていう。そうですね。切ない DJ やつって。ここでこうするの。ロックはここでやる。コントロックはなんか、このファンテーブルとか、フェイスブックのログインかなんかあるそこでこうクリックしたら、こうか。ファンに入るので、僕は2ヶ月前に。なんか別アカウント使いやすいですよね。ここで使うべきだけじゃなくて、小野さん、休憩いつまで？あ、30分です。あ、ちょうど終わりました。はい。それでは、後半戦始めます。後半戦はですね、野添さんに、いかにして俺は痩せたか。はい。ということで、野添さんに。野添さん痩せすぎてたんで、ちょっと僕は嫉妬してます。誰かわかんない。知らん人来たんでホストレスだった。あ、そういう冗談を置いておいて、後半戦はあのまずですね、そこにいらっしゃる郵送担当の勝上野さんがプラグインをワードプレスのプラグイン作られたそうなんで、そこを紹介してもらおうかな。それから、ワードビジネスを進めていきます。あのね、ね、ね、名前がね、ツイキャステータス、作りました。はい、放送開始します、はい、ツイキャス放送開始します。で、ツイキャス放送開始しました。で、リフレッシュボタンを押します。はい、あれ、おお、出た。あ、本当だ。放送開始したらライブ中継になったので、で、はい、放送終了しました、はい、放送終了しました。リフレッシュ、はい、消えました。おお、これ公式サイトに、公式で入ってます。はい、あのね、ツイキャスステータスと英語で、まあ、勝上野 .com に行っていただいたら、あるんですけども、もう、あれ、公式サイトに登録されたので、このように、本当だ、もうだから皆さんのワードプレスサイトからダウンロードします。34件ダウンロードされてます。もう昨日、おとついぐらいかな。で、もう使い方めっちゃ簡単。ツイキャスの ID と、あとオンライン用とオフライン用の画像指定するだけです。で、ウィジェットに入れるだけです。ただ、ツイキャス自体が1分間に60回までしか問い合わせを許してないので、1分間に60回以上のアクセスのあるサイトの人は気をつけてください。まあ、ほとんどの人が1分間に60回アクセスないと思うけど、ね、でも特にあれ、IP アドレスを他の
アカウントの人と共有してる、例えば某ロリポップとか、そうするときついんで、キャッシュもまだキャッシュの機能はあれまだついてるあんまりストレス少ないしね、あれやけど、まあ、キャッシュ機能をちょっと水野さんに伺って取り入れようかなと思ってるんですが、まあ、とにもかくにも、こんな簡単なツール作りました。実はユーストリーム用ももうやり方知ってるんですけど、2時間ぐらい時間いただければすぐ作れるんですが、てかもうコードはできとるんやけど、このドキュメント書くのめんどくさい。まああのユーストリーム版も作ってます。あの某 CMS でもう両方とも出てるんやけど、何の CMS やろ、何の CMS やろな、何の CMS やろな、何カレー CMS なんですか。まあ、とにもかくにもめっちゃ簡単な、プラグインなんで、お遊びでツイキャスをしたい人は、まあ、ツイキャスステータスと、ちなみに生まれて初めて作った、ワードプレスプラグインです。おめでとう、イエーイ、以上、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。すごいですね、なんか名古屋地区からもプラグイン制作者が続々と参上してますね。名古屋地区は東海地区ですね。ということで、ここからはワードビーチ、先ほどの公式サイトを作っていただいてるんですけど、他にもいろんな決め事がありますので、そこら辺をちょっと決めていきたいなと思っております。それで今日のお題はなんですけど、そうセッション、セッション メインは今日セッションですきっと。よいしょ、今月決めたいことはですね、会計さんを結成したいです。でもさっき岩田さんが私やりますって言ってたので、素晴らしい、素敵すぎる、よろしく。ちなみにこれ今サイボーズライブってサイトで、この今のイベントをですね、イベントの管理をしてます。もし私も入りたいって人がいたら登録すぐできますので、招待させていただきますと、今40人くらいが登録していただいててですね、どんな人に入ってくるか、まあ、名古屋のメンバーと、あと東京とか、神戸とかそこら辺の、ワードプレスのクロードたちが登録いただいてます。なのでここら辺でいろいろ話をしてるとですね、そういった、この地区だけじゃなくて他の地区のワードプレスユーザー、もっと言うとワードプレスのヘビーユーザーの方と知り合いになれます。あと結構面白いです。僕は毎日でもサイボーズライブの新着情報が来るのにビクビクしてるんですけど、面白いです。みんなでこのわきあいあいと話をしてるので、結構面白い、はい、サイボーズライブのサイトです。参加したかったら僕にツイッターでメールメッセージください。次、今日決めたいことをタスクフォース、会計タスクフォースが決まったので、桑田さんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日の懇親会で、前回ですね、会計係やっていただいた、方が来ますので、西山さんって方がいらっしゃるので、その方とちょっと話してもらいます。あ、西山さん。はい。それで OSC のタスクフォースも決めたいですと思ってたんですけど、OSC は、そうですね、僕がスピーチ作ることになりましたので、僕と水野さんで基本やっていきます。それでもう少しちょっと一人だけ手伝ってもらおうかな。それ当日の前日とかですね、当日の準備に関してはまたおいおい決めていきます。よろしくお願いします。あ、僕これ持って喋ります。はい、次ノベルティは T シャツを作ろうと思ってますと、ノベルティに関してもちょっと今日話したいですね。ここからちょっと今日検討していきたいことです。あと以下はチームごとで決めてもらおうと思ってます。1個目、懇親会の内容の策定、あとセッション内容の策定、ホームページ作成とチラシ作成っていう形で今日、
検討していきたいなと思ってます。まずですね、みんなで決めること、ノベルティは T シャツ作ろうと思うけど大丈夫ですかってところ、他にも何か作りたいものありますか、ここら辺をちょっと検討しようかなと思います。ノベルティって何か知ってます？例えばワードプレスのボールペンだとか、あのステッカーだとか缶バッジだとか、そういうのをノベルティって言うんですけど、今回 T シャツ作って、実行委員はみんな T シャツ着てやれたらかっこいいなと思っております。他にも何かいい案があれば聞かせていただきたいなと思うんですけど、基本的に T シャツ作る方向で、まず T シャツ作ろうと思うんですけど、よろしいですか？よければよし頑張ろうスポンサーの方にも、スポンサーのお金を管理していただいて、それでそれをもとに作っていく形になります。じゃあデザインは、ほこりさん、もしくは内田さん、もしくは刑事さん、メインで進めていってください。もうこれでいきますって言えばもうか決定ですほこりさんのアイコンでもいいです。ツイッターのアイコンだとアイコンでもいいぐらいです。いや、ワードプレスでちょっと書いてあるような かっちょいやつでも可愛いやつでも作ってください。そうですね、来たらビキニみたいになるっていうのもいいかもしれません理想ですね、はい、じゃあ作る方向で、ね、イベントしか着れない、イベントしか着れない、そうですね、あんまり外じゃ着れないけどまあそれはありかも、はい、他にもなんかこんなノベリティあるといいなってのがあればご意見ください。岡部さん、なんか俺こんなワードプレスのグッズあるといいなみたいな岡部のいじりキャラ作ろうか。あ、どういうことですか、どういうこと、それノベルティなんですかせんべいのシャウチがどう、あ、ワードせんべいですか、ワードプレスせんべい、え、なんすかあれ、なんか売ってる名前が、どうぞ、前してください。 NV とかどうですか、NVもいい、ワードプレステルム、ビーチタオルとかビーチボールとかビーチボール、あーいいっすね、ビーチボールワードビーチボール、あ、面白そうですね。いろいろとご意見ください。ありがとうございます。あ、消えちゃった、リターンしないのね、トラタロウですか、はい。じゃあ今日はまあ T シャツ作るんで、デザインチームお願いします。あ、ちなみにデザインチームはその3人です。刑事さん、内田さん、ほこりさん、3人がデザインチームでメインで動いていただいてます。あ、せっかくなんで チーム構成としてはですね、そちらにいらっしゃる安藤さんは懇親会会場決定チームです。いつも動いてもらってます。明日もちょっと懇親会の下見にちょっと行ってきます。あとチーム会計チーム、この岩田さんと、お名前もう一回、桜井さんと 岩田さん、この2人が会計チーム、拍手あとどんなチームがあったっけ、 OSC チームは今日いらっしゃらないんですけど、水野さんがメインで動いていただいてます。私もそこにちょっと合流しながら、今度 OSC 名古屋があるんですけど、そこで話をします。はい、出店もするの、出店もします、はい、うん、OSC 名古屋のちょっと宣伝しよう。 OSC 名古屋は8月の20日に土曜日に名古屋国際センターでしたか、国際会場でしたけど、国際センター、国際センター、名古屋国際センターの方で、名古屋国際センターの方でですね、OSC 名古屋が開かれます。国際センターってのは愛知、あ、違う、名古屋駅からちょっと行ったところですよね。そうそう、国際センター駅もありますけど、はい、歩いて行けます私の元いた会社の近くです。はい、濡れずに行けます。そうですね、テルミナでしたっけ、下くぐっていけば行けます。そういったところで、OSC 名古屋開かれます。どんな内容かというとですね、OSC オープンソースカンファレンスということで、オープンソースソフトウェアの、お祭りみたいなもんです。オープンソースソフトウェア何かというと、ワードプレスもオープンソースソフトウェアです。ソフトウェアのソースコードがオープンになっていること、 あんまり定義がアバウトなんですけど、僕が知っている情報だと、ソースコードがオープンになっていること、さらにフリーであることもそうなんですよね。一つオープンソース、本当はそうだね、それは関係ない、いやいや、うん、まあ、それは違います。オープンソース、ソースコードが公開されてますというところですね。ワードプレスもそうですし、 EC キューブもそうですよね。あとコンクリート5さんもまさにそうです。あと何があるかな、オープンオフィスオルグとか、そうですね、そういった
今あのワードプレスとかウェブ系のソフトだけじゃなくって、あの実際のパソコンで使う、無料のオフィスソフトだとか、他にもなんかちょっとデータベース、あデータベース、そっか、 MySQL もそうですし、Postgreもそうですね。ワードプレスは MySQL 使ってまして、MySQL 様がいるからワードプレスがあると。もっと言うと PHP もそう、そうアパッチもそうですね、アパッチもそうだし PHP もそうやし Linux もそうですね、皆さんのオープンソースが今連携し合ってワードプレスがある、それの祭典が8月の20日の土曜日に国際センターであります。はい、興味がある方は OSC 名古屋で調べてください。はい、あと私もちょっといろいろ手伝いたいわっていう方はどんどん私に言ってください。ぜひ手伝ってもらいます。はい、OSC の紹介以上です。出展するのはあそこのメグさんも出展します、 OSC で、はい、うん、コンクリート5出展しますし、他にもいろいろ出展されます。はい、あそう、ジュンさんは、OSC で喋られます。はい、僕もちょっと喋りますし、水野さんも喋ります。はい、そんな感じです。はい、おいしい、あ、カスさんも喋るか、これはユーストあ、そうですね、あちらにいらっしゃる、イベントに何言うと、カスさんはユーストされます。はい、ってとこです。おいしい名古屋の紹介以上です。もう一回戻ります。ノベルティはじゃあ T シャツ作ります。その他にじゃあ欲しいものあります、あればここで言ってください。なければまだ思いつかないよという方はサイボーズライブの方に、できればこう来月の中ぐらいまでに決めたいですね、決めたいので、どんどん上げてください。それで、まあ、金額的にめちゃくちゃ高くなければ多分いややります。はい、ちなみに T シャツは 1枚1000円ぐらい、1000円かかんないぐらいでしたっけ、だったので、まあ、スタッフぐらいは作れるかなと思ってます。はい、ここまでじゃあみんなで決めることでした。次、懇親会内容の作成とかセッション内容の作成、あとホームページの作成とかチラシの作成に関してはですね、チームごとにやってもらおうかなと思ってます。ただチームに属してない方もたくさんいると思うんですけども、そういった方は、セッション、あの好きなとこ行ってほしいんですけど、セッションが今火の車です。はい、セッションチームのリーダーは野添様ですので、あの野添さん主になってセッションを決めていこうかなと思ってます。ホームページ作成はもう刑事さんにガリガリ作ってください。そうだな、今回決めたいのはセッション内容をガツガツ決めていきたいので、セッションチームは、こっち寄りで話していきましょう。ここの黒板使って話していきます。それ以外のチームは、ガンガン進めていってください。あで、この何のチームに属してない人はセッションチームに、そうですね、はい、でそれでどういう自分がワードプレスをどういう知りたいのでどういうことがあるのか、あもう来、ね、サイボーズの方にいろいろアイデアを上げてもらってると思います。そうですね、ということで自分が今ここで何をしていいかわからない人も最初の方に行ってあげてください、はい、行ってください、来てくださいということで、じゃあチームコードを開始します。チームコード開始するって言っても、まあ、基本的にデザイン勝手にお願いしますっていう感じで、他はセッションを決める形になるから、懇親会内容に関しては、ね、もう明日またやりますし、セッションに加わってください、セッションチームの方に。あと他、あスポンサーか、スポンサーはまあいいや、スポンサーはサイボーズでやっていきます。はい、ということでセッション、ちょっと待ってくださいね。セッションを検討していきます。どんなセッションをやるか、後ろにパッカつけてます。あ、ノズリーダーにやってもらおう。え、嘘イエーイ、イエーイ、めちゃぶりをよいしょ。ということで、ここからはちょっとバトンタッチして、セッションチームはノズリーダーにやってもらいます。まず多分時間割の設定とかになるかな。そうっすかね。はい、野瀬さんどうぞ前来てください。どんな前でやるんですか。あ、どこでも、まあ、みんなでも分かるよ。もう今日中に決めましょう、セッションは。ほぼ決めましょう。西宮です。安いんですよ。
トラックは1トラックなんですね。そうですね、そこら辺も会場としてはですね、2トラック使えます、はい。デザインチームは動いてください。あとセッション決めなあかんこととスポンサーはおいおい集めてきます。スポンサー枠2つ3つ入れといたらいいかな。ああ。ロゴ1のとこランチのすぐ終わりとか。そっか、ちょっと5分10分の去年さ、はい、あの連鎖バッチやんか。そうですね、懇親会の時ですね。もしもあれやったらスポンサーが来るんやったらノートさん、はい、ロゴ1にスポンサーの枠。去年の連鎖場座談会好評だったんでしょ。あ、好評でしたね。だから結構レンタルサーバー系が来るよね、スポンサー。そうですね、連鎖場は結構面白そうです。スポンサーあと星野さんが、一社スポンサーになってくれそうな人がいますよっていうのは連絡いただいてるんで、そしたらまたそれは、会計係のフォルダができて、それでスポンサーチームと連携をして、これらの対応していきましょう。多分ここで検討しても難しいと思うんで。スポンサー関係はね。そうですね、スポンサー関係はもうここでちょっとなかなか限りあるメンバーの中で。じゃあどうしましょうね。セッションこれ今全員じゃないですね。この辺あもう全員に向けて話してください。とりあえずちょっと今まで サイボーズライブの方でみんなになんかどんなセッションをやりたいかっていうので、アンケートというか書き込みをしてもらいました。で、まあ、結構いろんな意見が出てて、で多分 2,30 個ぐらいアイデア出てますよね。そうですね、うん、なんでまあひとまずまずそれをちょっと簡単にまとめてみたんで、ちょっと皆さんにお配りしたいと思います。ありがとうございます。ちょっとちゃんとドキュメント起こす時間がなかったので、ちょっとマインドマップみたいな感じでやってますので、字が細かくてあれなんですけど、とりあえずまあみんな なんかやりたいやつとか聞きたいやつをもう羅列してもらったんで、それをちょっと僕なりになんか初心者向けかなとか、これ上級者向けかなとか、まあ、これなんか セミナー形式でやる感じかなとか、なんかワークショップでやった方がいいかなっていうのをちょっとカテゴリーで分けてみてちょっとまとめてみましたんで、ちょっとまず読んでいただいて、はい、いいですかね。じゃあ初期やります。あ、はい、はい、これつけてください。じゃあ、はい、ちょっとまず寄せもらっちゃう。あ、そうですね、はい、じゃあここ何やりますか。1時間ごとぐらいかなですよね。簡単に作ったんですけど、安藤さん、懇親会って何時からがいいんですか。何時からだ、6時から8時が懇親会、うん、あ、そっか、片付け含めて9時まででしたっけ。6時から始まるの。最初が1時会場って1時オープンですよね。そうです、1時オープン、1時オープンなので1時から準備で2時からセッションの方がいいかと。なるほど、2時から、それで部屋は何部屋使えるんでしょう。部屋は大きい部屋の2部屋、小さい部屋は2部屋なんですけど、セッションには向いてないぐらい。
ちなみに大きい部屋って 何人ぐらい？70ぐらい、60ぐらいでしたっけ。第1が最大54名で、第4が最大50名です。第150名、はい、第1の方はプロジェクターがついてるんですよ。喋るのは面倒くさいです。なんでプロジェクター借りやなあかんのって。そうですね、ヤイロンの方が明日も一個買ったのを購入するんですけど、クラウドの中に置いてるので、その時にプロジェクター使っても見えづらいっていうのがあるので、その確認をちょっとしたいなと思ってるんですけど、大事はあの黒いカーテンだったので。そうですね、ありましたね。そうかそうか、わかる。プロジェクターか。ないでもないと、あの狭かったらプロジェクター近づけれるから、うん、ね、それによるカーテンがあったらカーテンもある。カーテンがあのあったかどうかちょっと微妙なんで、カーテンさえあれば。カーテンあった気がするんですけど、だってここだって、ここだって開けてもさ結構見えると思います。まあ見え、うん、そっかそっか、結構見えますね。不安に頼みますわ。あとプロジェクターは東海共同印刷さんがちょっと貸していただけるかもって確か書いていただいてたんで、多分持っていけるわ。ちょっとそこら辺は期待大です。スクリーンはあるって言いますか。あ、そうだ、スクリーンは3つか4つあるんだけど、プロジェクター1個しかないって言ってますね。そうですなんじゃそのアバランスって感じです。イコさんも撮った。あ、本当ですか。プロジェクターも。すげえ。覚えとった。さすがや。ちなみにユーストはどうします？ユースト一部屋。いやだから。去年で全セッション撮ってましたね、ユースト。だからあの入り口でやっとったんや。あ、全セッション撮ったな。撮ってましたね。今回はな。深夜行きましょう。深夜。深夜。カメラとマックと、でもだからネットの環境より。ああ、そっか、一番重要な回線結構食うから、臓器使わなあかんから。そうですね、ネット回線どんな感じ。中部復興会、ワイマックスはバリ1、復興協会のバリ2もバリ2ぐらいだっけ。ちょっと良かったですね、今は。ワイマックスは本当に期待したい方がいいですね。今のシーンを見たから臓器さんのおかげといっても過言じゃないですね。ツイキャスプラグインの説明しながら、このセッションは今ツイキャス2みたいな。臓器さんにつるんどきもいいです。セッション終わらせて。なるほど。そうか。今がどうかなって思った時、臓器さんに立てた方がいいです。じゃあユーストか、ユーストするなら。だあのネット回線自体がね、だから明日、ワイマックス持ってって、スピードテストしてみると酒飲みますか。確かでも本当に優勝するんやったら、発表者とユースト用と分け合ったワイマックスをユーストでしてイーモバを発表用にする。ああ回線も分けなかった時期。大南東の最高層ですか。そう、あそこ入るかな。あと自販機無線 LAN もあるんですけど、自販機無線 LAN も説明がしづらいんですけど、自販機に無線 LAN がついてる。最高層になるんですよ。それって多少は使えますけど、そんな多分無理です。あれ、じゃあ自販機の代わりに融資あってもいいですか。ああ明日ちょっと結構狭いっちゃ狭いんで、そこら辺はちょっと明日見ましょうか。あとパソコンつなげすぎるとブレーカー落ちるんで。なんで案外回線が回線運のよりもパソコンあんまり台数起動できないから。まあそれはいけますね。20台この前計算して20台やったらギリギリかな。ノートパソコン、いやでもノートパソコンで20台つなげたら落ちるんですか。それぐらいでした確か。はい、だから別に、まあ、ノートパソコンは順番に輪番10年みたいな感じで。
ずっとユーストでシュビ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 って言います。小杉さんどんだけやってるかみたいな。それいいですね。それこそこれみんなでこれそれしましょう。あ、そう、小杉さんのイーモバって今日ドライブボール使えるようになって帰ると思ってたんで、ちょっとだけ借りれるみたいな。まだちょっと交渉だったらちょっと上に通してるところでちょっとなんかまた条件的なところでちょっと相談するかもしれないです。セッションの話じゃあお願いします。あ、僕書きます。どうしましょう。とりあえず、まあ、会場が大きいところが2個あるんで、まあ、通常の中級者トラックと中級者以上の一般のトラックに分けてやるのがいいのかなと思ってるんですが、どうでしょうか。それかなんかちょっと思ったのは、なんか一緒のことセッションの内容に分けて会場を分けるっていうのも面白いかなと思ったんですよ。ここはもうセミナー中心でやって、こっちはワークショップをメインでやるみたいなっていうのもなんかありかなと思ってますが、どうでしょうか。50人をみんな見切れるかって感じ。好吃。そうですね。ちなみにちっちゃい方はスポンサー用に取っとくとかユースト用に取っとくって今意見が出てて、ちょっとこれ使えるかどうかは、両方とも使えるかどうかは分かんないです。片方はもしかしたらユーストも知ってやりたいですよね。ユースト外でやるならこっち方も片方が使えるかな。スペース狭くてもいいか。前はさ、ディスプレイ4台並べてさ、そうだ、ボードにあったから場所取っただけで、別にこのカメラと座るところがあればできるわけやから。あ、じゃあ全然多分できますね、廊下でやろうと思えば。扇風機欲しいっすね。パソコン冷やすように。そこら辺はちょっと詰めていきましょう。まあ扇風機持ってったらいいだけ。ここら辺ももしかしたら使えそうな感じします。あ、なるほど。捉え方は会社のせいです。福岡で捉え方は会社のせいです。午前中にあれやったやん、何やったっけ、ジニアスバーみたいな、何やったっけ。あれジニアスバーじゃなかったっけ。なんかあったやん。ありましたね。あれやってもええよな、その空いてるところで無料相談所みたいな。そうそうそう、だからみんなが集まって、はいはいはい、そのワードキャンプ福岡でやったことないけど、午前中はもう集まってグループで集まってなんか喋る、喋れる。もうそのボーナスじゃないですか。無料相談する。多分3つ使うっていうのもありですかね。3つ使っても いけるかなと思う。ちょっとここは会場チームとスポンサーチームと連携なんですけど。あ、無料相談も使うと欲しい。あ、欲しい、熱望。なるほど。じゃあ それでいいんじゃん。で、それで例えば簡単な展示ブースみたいなして、スポンサーに掘れるようにしてもらってもいいですか。あ、なるほど、確かに、はいはいはい。まあ、ブースもあるし、相談所もあるしみたいな。そっか、そっか、スポンサーさんだったら、これからワードプレス触ろうかって人にレンタルサーバーこれいいですよっていう、なんかマッチングできそうですね。あ、いいですね。会場でそういうことしてええんやろ、今回は。はい、基本的に問題ないですね。飲食物の持ち込みとかそういうのがちょっと制限が若干あるんです。もういつも野添さんのも好きなようにしてください。もうじゃああと時間割はどうですかね。1時間区切りでやっていくような感じでいいですかね。ワンセッションどのぐらいか。ぬるぬるします。内容によっちゃ、まあ、たっぷり聞きたいのもあるっちゃあるんですけど、どうなんだろう。前、去年は15分休憩の45分セッション。あ、去年は、うん、絶対続かん。だって6時間やろ、絶対続かん。
休憩でやると。めっちゃおいしい。いや、人も来なかったですね。8セッションってあるんですかね。8時間で、そうですね。8セッション。どうしよう。とりあえずウェイだと思ってます。すみません、初心者と一般っていう分け方でいいんですかね。賛成を来てもらおうよ。みんな意見ください。そうですね。初心者と上級者みたいな、初中上級者みたいな、去年と似たような形。人事者の話ですよ。人事者の話。もうずっとさ、あでも初心者。初心者トラックって、まあ一つ同じで、これとこれ巻き方、初心者の態度は、初心者は絶対毎年毎年新しい新しいですから、中上級者は毎年変えた感じですけど、初心者の人は、もうどの会場行っても、ね、絶対それでいいと、同じ内容でいいと思います。はい、中さん、どうですか？中上級者多分ジーニアスバーで何でも来てくれっていう。ワードプレスのことかと思いきやコンクリートファイブのことかもしれない。それなんて言ってる。じゃあ初級者、中上級者、手は分かった。去年の初心者のセッション、あれ数03ってこっちです。初心者。去年何やりましたっけ。小堀さん、去年って初心者セッションって何やってましたっけ。インストールの仕方とかでしたよね。去年のサイト、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 パスワードロック書いちゃってますね。あだよね、やっぱり。だって言うほど iPhone のタッチって悪くない気がするんですけど、日常で使ってると落としてるんですけど、これより全然いい。アイス屋さんの方がいいって聞いても、本当、俺より良さげだったんですよ。これ、テレビとかあれば、どんどん引いてください。iPhone のブランドがいいですよ。まあ、おしゃれっていいんですよ。いろいろお前の方がかっこよくないですよ。本当、俺、好きなんだから。だって、どうせみんなケースつけるじゃないですか。確かにね。森野さんのアナリティックが大変。27日にやるって感じ。だからもう本当に最初、初心者はワードプレスとはでやる。だからもう本当にワードプレス .com とワードプレス .org の違いぐらいから始まって、はい、で星野さんがインストールの説明をして、でまあ携帯対応は初心者でもやりたいと思うから、ゆり子さんの携帯対応をやって、で休憩をしてから、まあ、初心者の人はどのレンタルサーバー選んだらいいかわからんから、チェーンサーバーのやつをやって、ゾーキンさんのこと頼んで、で最後に南部さんのショッピングカートで、ちょっと一歩上かなって。知り合いの知り合いがゾーキンさんだって言っておけば、で、ライトニング。大丈夫。それが初心者。上級者もどうでもいい。ネタがあれば俺にマイク持たすから今だと、なんかスマホサイトの作り方みたいな、あ知りたいです。スマホサイトの作り方はワードプレスは中上級者向けですかね。まあ WP タッチの使い方ぐらいやったら別にいいけど、それだったら初級者でいい。スマホだいぶ知らないですよ。はい、大学生の知らないですよ。何ですか。あれ、あの三蔵の所とか今回の修行に行ったんです。プレスとはで何でしたっけ。そうね、初心者初心者を汚れてます。そうですね。中海さん、そんなやつですか。これよくわからんです。ベルカットショッピングサイトです。あれ、これアップグレードしたいんで
泊まる人は泊まれます。そうそうそう。そら辺も募集かけてしたいですね。なんかこんなセッション聞きたいとかあります？自分ですか？いや、今ちょっとパッと思いつかない。なるほど。でしょうね、なんかとりあえずなんか挙げた中で特にこれ聞きたいっていうのをパーパーさせていきます。今手元にある資料の中からこれ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 ってパッパッパッと埋めていけば、そうっすね、完成感コンクリートユーザーが初めて使う、別にこれ以外でもあればあれ、あ、ジュンさんしか使ってデータベースとしても使う、確かにカスタムフィールドをクロスしてデータベースとして使う、もうちょっとデータベースの連携ですか？連携じゃないよ。データベース強いんだと。なるほど。携帯のメールだよね。データベース。カスタムフィールドの使い方とかじゃなくて、まあ、あれそういう意味だとすみません、カスタムフィールドブログっぽさはなんか、あ、それ実装の仕方みたいなとかそういうことじゃないですか。インストの仕方もあっていいから、そこは思うんですけど、中身がすごい、そこから見えてる、データベースのどこに入って、ここからどう呼び出してやる仕組みですか。そう、今回リーチつけばさ、つまびであるじゃん、2個ダメだから、1個一緒にしたら、で、父は直接、そんな感じで、僕もそれやりたいなと思うんですけど、でも海はできるね、インストールして、はいはい、それテーマ、カスタムフィードに限らずってことですか。カスタムフィード、前、勉強してて、2時間ぐらい、4時間できたんだよね、4時間、2時間ぐらい、ここも作ったりですとか、やり方とか、しゃべってるのは大丈夫です。まあ、でも基本的にはですね、まあ、タイトル記事だけで、これちっちゃいとかで、そういう実装の方法ってことですね。実装の方法ってことですか。こういうのをやりたいっていうのがあって、それに対してこういうカスタムフィールドをつけたりとか、頭を動かしてほしいなっていうのも思ってるんで、できるだけパソコン使って聞いただけで動かして、ロズさん、マルチサイトの使い方、あ、それ聞きたい。あ、そうそうそう、それは中上級でしょ。そうですね、中上級であるといいですね。あ、まあまあ、もうダメだ、ダメだ。え、あ、すごいです。すいません、後で時間割り表に直してきます。はい、どうぞどうぞ、どん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 
一層検討していきましょう、ね、プラグインの作り方、ね、スマホショップ、プラグイン作るのってなんか簡単なやつだったらすぐできちゃう、めっちゃ簡単なやつは 1日でできる、まあ、PHP のもちろん知識はいるけど、もう1日でできた、1日というかもう3時間ぐらい、2時間ぐらいでできました。ドキュメントさんの方が時間ぐらい、どうぞ。小田さんがもうどんな時代だって自分のメモ読めないといけないですか。あります、あります。あのディレクトリー、プラグインディレクトリーの SVN の使い方どうしてやらない。あー、そうなんですね。難しそうですね。確かに俺もでもそうだよ、自分の声で読めない。どうですか。あのね、コンクリートファイブにワードプレスのサイトをそのまま取り込めるプラグインとかあるね。カテゴリーとかなんかそうカスタムフィールドとかも。だからコンクリートファイブのスキンを持たせれるワードプレス。ワードプレスでやから。だから更新はワードプレスでやって表示はコンクリートファイブ。すげえ。何でもできますね。やっぱ初心者向けはそうですね、ワードプレスのインストールからテーマの作り方とかのとこっすよね。綺麗な字書いてあるんですよ。スマホですよこれ。スマホだよって書いてある。スマナーって見えました。本当に失礼極まりないですね。よし、よし、オッケー。スワホって言いましたけど、サブドメインかディレクトリでいくつもだからブログサービスあるじゃないですか。星野さんでしたっけね、なんかあのワードプレス 3.2 のことが知りたいって言ってたの。今新しいイメージで確かそうですね。 2011 ですね。面白そうですね。多分中上級者ですかね。あ、そっち、やっぱそっちか、やっぱそうですね。テーマとグラブインだけ表示マリオパン。あとなんかこれ聞きたいみたいなのがあれば出してください。それだけテーマとグラブインできるんじゃないですか。初心者向けですかね。初心者向けですかね。一応一般向けユーザーの一つのワードプレスサイト、多分どっちもいけるとは思いますけどね。触ったことない人にどういう感じでやってるかっていうのとか、実際に普段やってる人のお互いのなんか手の内をなんか知りたいみたいな。そうですね。今小田島さんからも出ました。ワークショップでインストールから全部作るみたいな。だからそれを小さい方でやったらっていうところで、そしたらそこにあの実際の仮想のお客さんとかテーマの撮影は初心者じゃないよ。すみません。新作でもできるテーマの作成。ああ、まあそれでもいいか。これ見たら。同じテーマでレベルを変えていくとか。テーマの作成とか。ああ。そうですね。酒飲むし。ですとか。破壊するじゃないですか。でも PHP の人らなんかもな。大丈夫。まあなんかコピーで。いける感じで。引きで作るワードプレステーマみたいな。それも面白そうですね、初心者。いいですね。それぞれの関数が一行ずつ書いてて、これをコピペしていきましょう。あと僕的にライトニングトークだなんかやってほしいなってのがちょっと思います。ライトニングトークはもう一報酬やから。何回目だと思って。ライトニングトークそこそオープンに募集かけようよって感じ。うん。でも募集かけやなあかんな。そう
だって、いつ俺ら去年2ヶ月前に募集かけたから。そんなことしたっけ、結構ギリギリだったもんじゃないですか。いや、ギリギリまで調整しとったけど、もう2ヶ月前にも。そっか。てかもう、この時点で誰が喋るって分かっとった。決まっとったもん。決まってましたっけ、うん、ほぼ。あ、ウェルカーズ南部さんにして、マイディさんにこれ話して。あ、KZ さん何話してるんですか。KZ さん、例えばもう全部要求者任せれるから。まあそうですね。時々写真も渡します。時々ほこりさんに任せて。確かに、うん、ここの2人があったらもう最強やから。最強ですね。でフォトショップセッションって言うんですか。探しもうとりあえず埋めてっちゃいます。埋めてってあとは誰がやるかぐらいだ。それでいいと思う。だから初心者はワードプレスとはもうそれはもう第一前提。ワードプレスとはでも最初はワードプレスの紹介で、でもタイトルはまあ発表者の人が変えてもらえればいいけども、コンセプトとしてはもうワードプレスの本当に超初心者向けの、ワードプレス入門みたいな紹介紹介だな。で次はもうインストールです。ワードプレスインストールでしょ。よし、もうガンガン行きましょう。本当にやってほしいな。じゃあ次、野本さん何聞きたいですか。あ、初心者ですか。初心者向けのプラグイン、初心者向けプラグイン。ああ、いいですね。もうこれで決まっちゃいますよ。ガンガンみんな入れてください。まあなんかテーマファイルの構造とかも構成じゃないですかね。サーバーもいいじゃん。そうなんです。そうなんですよ。で、だからそこはいいこと言うんだ。サーバー選び、スポンサーが入ったらそんでサーバーだって福岡の時もそうやったよね。あのサーバー屋さん入っとったからスポンサーで、そこら辺で、うん、インストールの直後ぐらいにサーバー屋さん、スポンサーでサーバー屋さんとか来るんやったらスポンサー枠でもええかもね。4時から5時ほな、うん、レンタルサーバー座談会みたいなのもう一回やるようなイメージ。そうですね。前後の絡みもちょっといろいろ考えた方がいいですよね。レンサバ座談会、カッコスポンサー枠とかにした。まあでもあんま僕的にはスポンサーしたくないですけど。まあまあいいじゃない。座談会。いや去年やってやるんだから今年は試してみようよ。で最後も L T L だから。もう LT も懇親会でも無理やかなと思うんですけど。ああ、なるほどな、うん、ああ、そっかそっか。懇親会 &LT みたいな。結構懇親会の時間長いので、まあ、準備してる間に LT してもらったりとか。了解了解。で、じゃあ最後はプラグイン。なんか初心者向けのプラグイン紹介。いいですね。とりあえずまあ1日でワードプレスを知って実際使えるところまでやりたいですね。うん、じゃあ来るかな。あ、いいっすね。去年ってなんかコンタクトフォーム、だから最後はもう片っ端からプラグインの作者に連絡取って、初心者向けに使える、で、OK って言ったら来てもらったり。あ、プラグインの LT みたいな。ポコポコポコ、それか、来てくれる有名プラグインの作者の人がおったらそのプラグインの紹介してもらう、本人。だから去年は南部さんが来てもらって、南部さんに来てもらって、南部さんに紹介してもらって。そうだね。初心者大体決まりました。はい、そうですね。あれ去年ってなんかあの学生さんが出てたのか。あれは学生さんは中上級者向け。学生さんというより先生。あれは。桜井さんの研究のあれやった。大学にどうやって導入した方がいいよ。とりあえず今回もナバシリサイズの教授の方には連絡はしてありまして、まあ、ちょっとお願いするというのはないんですけど、とりあえず連絡はしてあるので、もしかしたらやってもらえる、まあ、LT でも全然
いいですね。45分間やってもらうと多分大変なので。うん。うん、初心者向けはこんな感じですかね。はい、初心者決まりました。いやこんななんかあったりかといいかじゃあ次中上級者向けありますか。とりあえず今出てるのがスマホの作り方と、あとショップサイト、ベルカートとかそういうの入れるっていうのと、あとマルチサイトかと、プラグインの作り方と、あと3.2 と2011について誰か喋ってくれる人がいればっていう。小堀さんですね。あの1個だけあれやけど、中上級者向けのワードプレスの最新情報をまとめて発表するのどっか一つ言ってほしいかな。だから去年は 3.0 の紹介うんうんうん、あ、もう 3.2 あ、この 3.3 あれ、もうすぐ 3.2 リリースですよね。それ知りたいですね。だから星野さんとかにやってもらう。確かにワードプレス 3.2 の紹介、うんうん、あれ星野さんが聞きたいって言ってましたっけ。あ、じゃあ、まあ、ゆうこさんとかオデスさんとか3.2 だから星野さんがくれてもいいと思うからさ。あ、個人的にあの僕、マクラケンさんの聞きたいナオさん、今年は来たいとか言ってもらって、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいです、ね、じゃあワードプレス 3.2 から始まるセッションで、うん、次は あともう一個さっき出てたんですけど、あの実装の仕方っていうんですかね、あの 人によって実装の仕方が違ったりっていうのをなんか見せ合ったりとか、そのある案件のなんか要望に対してみんなどう実装するんだみたいな、両者とのあれをして、ね、その手の内の見せ合い大会みたいな俺ならこうやる、はい、紹介しようか。次、ワードプレスの組み方の紹介、組み方紹介、多分ゆり子さんと KD さんと、あの星野さんと大手さんに並んでもらって、同じことやるのに俺だったらこうするぜみたいな、喧嘩しちゃう組み合わせそれはちょっと言うと6時間とか解決になるじゃあそれワードリアルキャンプ届きますさっきあったのが実装の違いの紹介、全然読めねえ、俺でも読めねえすいません、実装方法を紹介する。はい、次、どんどんもうみんな意見ガンガン言ってね。牛田さん、なんか聞きたいもんないですか。マルチサイトとか聞きたい。あとプラグインの作り方も聞きたい。おすすめのプラグインとか。ああ。それは初心者向けのセッションやってるか。僕もマルチサイト聞きたいですね。うん、あ、プラグインの作り方ショック。マルチサイトは40分かかるか、あとなんかワークショップみたいなんでできたら、あの水野さんやってくれたあのカスタム投稿タイプとタクソノミやったじゃないですか、あれをワークショップで実際にみんなで組むみたいなのもあれば楽しいかな。カスタム投稿タイプ設定割しか3つできるんだけど1人しかまだ設定しない。読めないです、カスタムは読めないです中上級者向けの、はい、テーマの作り方、テーマの作り方さっき言ってたテーマ、初心者向けと中上級者どれだっけ、赤さん、さっきおっしゃった初心者向けと中上級者のテーマ、初心者向けは初心者に入ってしまった中上級者の方にも、ああ内容が変わって同じ内容だけど初級者向けと上級者向けで内容が違うってやつか、一歩進んだテーマの作り方的な、スマートフォンとショップも聞きたいです。スマホとショップ、多分これがスマホショップか、何これスマホ屋さん、スマホ屋さん
南部さんにスマホ対応してもらうか。なるほど。あ、そうですね。なんかプラグイン入れてるけど、なんかスマホとか携帯に反映するしないみたいなのもあったりしますからね。そうですね。他みんな言うのはただだよ。今言ったけどもうこれで決まるよ。あとさ、なんか聞きたいのあります？中上級者向け。ない。まずはこっちの知らない。聞きませんで。何でも聞きます。すいません。はい、名古屋とかで将棋の方でプラグイン開発されてる方って有名なものを出してる方って見ますか？ないですね。ないんですよね。そうしたらこの時にあのこんなプラグインあったらいいなっていうのをぜひ名古屋で提案してくださいっていうのをそこに参加してきた人たちに聞いてヒアリングするとかって。欲しいです。名古屋名産プラグインを作るリクエストも一緒に。そっか、それ接し、あ、そっか、サイトでも名古屋で募集しておいて、当日作っちゃう。あ、それいいかもしれない。それはでも、一回やった方がいいと。そうだな。それはちょっと1時間ぐらいかかるから、1時間どころじゃないから。この日にアンケート取ったらいいんじゃないですか。そうですね。でもフラグイン、確かに名古屋名産がなんかない気がするんで作ってもいいかもしれないですね。そのためのちょっと意見集めみたいな形で使うっていうのもありですね。ちょっと書いとこう。名古屋名産、名古屋じゃねえな、なんか前名古屋名産品を作る。名物名古屋名物プラグイン。初めて宮が付けた。呼びたい人決まったの？呼びたい人？呼びたい。とりあえずまずセッション決めて、この後は呼ぶだけみたいな形にしていこうかな。マリオさん会場多分近い、ちっちゃい方に1会議室多分ある。会議室、まあ、基本的に大きいを使うじゃないですか、2つ。もう2つちっちゃいのがあるじゃないですか。片方多分空きますよね。だって控え室がないと困るよね。で、控え室、例えば大広間借りるとしたら、大広間から会議室まで棟が違うか遠いよ。あ、でもそんな遠くなかったですね。そう。10分じゃない。10分2分で着くぐらいの距離なんで。そっか。控え室としてですか。明日ちょっとそこら辺も見ようよ。よし。あの今手元にある紙でこれおい俺これ聞きてよっていうのがあれば今ならタダだよ。お客さんに作ってもらう使ってもらう工夫でテクニック。テクニックだけど、なんか違う。エンドユーザー向けテクニック。エンドユーザー向けを使いやすくする。あ、管理画面が。あれ僕それ聞きたい。管理画面を使いやすい。お客さんにの。管理画面を一覧ちゃうデメリットを見ちゃう。お客さん。クライアントさんに使いやすくしてもらうような工夫ってことですかね。クライアントさん向けの工夫開始が13時じゃん。13時半ぐらいみたいな。そうですね。なんで13時とりあえず準備で2時開始。多分それだったら間違いないですよね。2時もいらないんですよ。1時半でいいんじゃない。
はい、そしたらこれ上下でずらす感じ。とりあえず今1時間ワンセッションで2トラップでボンボンボン8個ぐらい入れておく。もう1個行けます。19時までやっちゃうと19時までは無理だですよね。でも国葬会で使わない会議室は19時ギリギリまで使うんです、ね、入れても大丈夫。なんでもう18時以降 LT って形で懇親会準備しつつ LT してもらって使うで1つは懇親会に使うんだったらそれこそギリギリまで7時ギリギリまで何か入れといてそっちにお客さんを取っといた方がいい。なるほどなるほどさすがや。もう一個ここにボコッとできるイメージですね。そうとあとユーストとユーストはそうですね。ユーストはどうまあだから明日の電でマジ明日ちょっと電波確認したな。そうっすね。うん。何を書いてありました。紹介1時間は長め。あこれですか。紹介1時間長いか。紹介とリスト。あれ去年マーキーさん1時間持たしたよ。僕全然僕セッション見えてないですよ去年。悲しいことに一応ユーストに全部残っとるけど。ああカスタムフィールドテンプレートの方も作者の方も何気に喋ってるんですよね。全然知らなかったですよ。ネットで調べてたらワードキャンプ名古屋で喋ったんですよって思ってた。そっか1時間どうかな。初心者の方に1時間例えばそインストールと含めてやっちゃってもいいのかな。そうするといやインストールはどこまでいくかやな。実践でやっていくとなるとワードプレス紹介って何直子さんかなんかにやってもらうの。あ、それでもいいです。初心者向けのトラックで初心者向けは絶対にワードプレスを知らん人が絶対来るから、もうワードプレス .com のとワードプレス .org の違いからもうインストールすることさえも知らん人も来ると思うんですよ。MySQL さえも知らん人が来ると思うんですよ。そういう人向けにだからゆっくり説明してやらんと詰め込みすぎるともう頭いっぱいになっちゃうんですから。紹介したのでいいですけど、ワードプレス紹介の時に導入事例とか、導入事例って何していいか、それだけプラグインの紹介のちょっとしてどういうことができるとか、こういうやってほしい。なんかこう見てて細胞に何かあったら、だからもうとにもかくにも去年のあれも残っとるし、あと他のワード去年のワードキャンプ横浜も今年の福岡やったっけ、もう映像残っとるから、それでどういう話をしたのか多分持つとは思うんですよね。30分やってる。特に初心者の人は一番最初のセッションやから、頭を働かせやなあかんための準備運動的なもんとして超簡単な内容、あんまり考えやんで内容をした方がいいと思う。うんうん、1時間っていうのが僕の意見です。僕としては他の CMS とどう違うか。あ、CMS の違いも含めて。でも CMS 自体を知らん人が来るかもしれん。もうドリームビーバーからっていう人もおるから、だから初心者トラックはある意味もう他の CMS 考えんでもいいかもしれない。まあ上出すと切れないですかね。だからワードプレスってもうドリームビーバーでコーディングとかして管理が難しくなったからワードプレスに移るって人がほとんどやから。多いから、それから MT から変わってくる人、でも MT から変わってくる人は中上級者トラックみたいだから、多分初心者のコースに来る人はもう本当にその MySQL さえも知らない人だと思う。
CMS って何？そう、CMS 何？CMS って何？ってところに行くと思うんで。なるほど。CMS それとはって感じですね。ホームページは知ってるけど CMS って何？そうそうそう。だからワードプレスっていうのがどういう風な活動っていうか、ワードプレスってまあソフトとか CMS ですけど、ワードプレスっていうのがどこでこう生まれて、今日本にこういう団組織があって。こういうふうに支えられててっていう、まあ、当然商用利用もされてるけども、それを支えてるのは、まあ、ボランティア的な、オープンソースのコンセプトとかもね、そう、そういうところを紹介するような、オープンソースとは CMS、 CMS とはそう、ね、オープンソース誤解されたいのがされやすいのが、フリーソフトだと誤解されたいさせやすいんで分けて、フリーソフトであってもオープンソースじゃないものがあるし、オープンソースであっても有料なものもあるわけなんで、そこを区別をちゃんとしてあげて、でワードプレスはこっちの部類ですよっていう。それでも1時間絶対余るよ、うん、今さら聞けないって言ったのが、中上級者で実はちょっと知らなかったけど、ずっと知ったかぶってやってて、うん、ワードプレス作った人って誰なんだとか全然知らないですけど、なんでこういう風になったか、日本でムーバブルタイプを追い抜く勢いになったからとか、それでも絶対埋まるから、まあ、でもそれはもう話す人に最終的には決めてもらうことで、そうですね、ワードプレス紹介で、まあ、中には他の CMS との比較をやらん方がいいと思う、初心、特に初心、確かに初めからなんでコンクリートファイブの話するんだよって、そうそう、確かに、だから俺コンクリートファイブの話しやんもん初心者トラック、まずは CMS を知ってもらうな、そうですね、あと個人的に超大規模サイトのなんか運営のコツみたいなのをちょっと聞いてみたいなとは思います。大規模サイトの作り方、ここら辺大規模サイトの作り方、まあ、一般的にはなんか MT の方が向いてるとか言われたりするじゃないですか。データベースの最適化とかもしれない、でもワードプレスって関係なくなってくる気がします。でもいいんちゃう、それは、うん、それは中上級者のトラックやったらいいんちゃう、うん、VPS 導入、あ、そこでまた VPS、ね、あ、はいはいはい、VPS、それでまたデディケートサーバーの導入とか、VPS 基礎知識とか、SSH を覚えよう、SVN を使おう、だんだん周辺知識になってきますね。いいっすね、なんか朝までできそうっすね、朝までセッション。いや、もういっぱい話せることいっぱいあるよね。うん、いっぱいありますね。もう決めちゃいましょう、パパッと。だから、ってった方が、ある意味ワードキャンプっていうのは、その僕としてはワードベンチに参加してもらうための入り口のイベントっていう、あとっていうあれが多いと思うんですよ。結局はこういうワードベンチの勉強会の方がもっと込み入った話ができるし、だから月に1回参加してもらうためのワードキャンプみたいにつけていいのかな。で、あとその他のワードベンチのメンバーもやってくるので、全国各地からで、うちの地域での発表会、今までやってきたことの集大成、それがワードキャンプ の趣旨というか、向こうでの趣旨でもあるから、そうですね、ワードベンチ名古屋の紹介とかあります？あ、でもその微妙か、あ、まあ、それはやった方がワードプレス紹介で、それは毎月は1回やってますんでって言ったらいいし、そっか、で、ワードプレス 3.0 の、だからそれは中上級者トラック両方ともね、それだと懇親会前のところに1回やってもいいかもしれない、マリアさんがおっしゃったお客さん、ああ移動させて、ああドッキリそこでやると
こんな活動してますみたいな。いやでも最初やっぱ最初紹介やな。だって帰る人はやるならここかここですよね。そうそうそう、うん、こっちかこっちか。まあ それはもうあの開会式みたいな、うん、去年も開会式やったやんか、はい、1回と2回で、はい、そうか1回2回やりましたね。そっか開会式どうしようかな。まあそこはいいか。あれ置いて全然突拍子もない話ですけど、よくあの東京ガールズコレクションとか会場で何かやったらその場で注文するとかあるじゃないですか。ああいうので何か問いかけというか何かこう発表に対してその場でツイッターとかで意見をピンとなって何かこんなのがこんな意見がありましたっていう。あなるほど。リアルタイムでなんかそうっす、あのユーストリーム週刊コンクリートファイルみたいに。出来上がしの音が入ってその人のすぐしていいよっていうああいうノリでああいうノリでなんかこうリアルタイムでこう投稿ができるようなそういうコーナーがあってもいいかなと。あ、まあそれは別に当日にツイッターでハッシュタグをつけて投稿してください言うたらそれでいい。それを投稿されたのに対してまた発表の途中でそれをいやそれはちょっとそれはそういうノリじゃない。ワードキャンプはそういうノリじゃないですね。最高の会にどんよりもない気がする。確かにもう無法地帯すぎて僕がなんかビクビク多分そこまで回らん、うん、そこまあの回らん現地会場のあれでいっぱいいっぱいやから絶対そこネットまで見るような時間はない。去年どんな係がどんな動きしてたかっていうと、あの会場の誘導から始まってですね、受付してあとセッションのユースト担当とかそういうのをバーッと振ってた感じで、なんていうのかな、一人がその係につきっきりになっちゃって結構大変なので、案外その周辺部分ちょっと細々したことをやろうとすると結構大変だと思います。なのでまずは柱を決めて、それも結構まだたくさん動いてくれるメンバーいるじゃんってなったら、それしたらあの去年も当日に、うん、お手伝いしたいんですけどって学生さんが来たんやけど、うん、もう指示しても分からないからやりたい。ああ、うん、それもあったな。確かに、そうだな。確かにそれもあったな。突然その日来て手伝いますって言われても、じゃあ何手伝ってもらおうってのもなりますね、うん、確かに。まあ、俺の場合は鍵はカメラやってってカメラやってもらったけど、うん、その当日例えばチラシ貼ってきてくださいぐらいやったら多分いいかもしれないけど、でもワードプレスのことも関わってくるから、うん、ある程度はね知ってる、まあ、知らない人は知らない人なりにどういうイベントの動きを分かってもらわないといけないんで、うん、でもだから反対に 今のうちにだからツイッター係やってるだけくれとかね。だから今バンキさんが言われてるのはすごくいいことやから、うん、でそれでそのきちっとそのツイッター班っていうのを決めれて、でそれでやってくれる人がいたら別にやってもいいと思います。ツイッターをのあのタイムラインをモニターする係、うん、そうっすね、うん、じゃあ別にあの携帯プラグインとか入れてね、携帯エントリーとか入れて写真を随時リアルタイムで送れるようにカテゴリー組んでやってもいいですよね、当日、うん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 、まあそれはでも係を決めてとかで事前にやらんと。そうですね、ちょっと当日さあスタートってやるとちょっとこけますね絶対、うん、こういった今毎月の勉強会でちょくちょくあの話があって、こういう経緯で今これやってるんだっていうのがないとちょっと難しいかもしれない。ちょっととりあえずじゃあセッションをもう決めちゃいましょう。もう残り10分しかないんで、あの初心者に関してはワードプレスの紹介、次インストール、連鎖は座談会、これはちょっとスポンサーさんへのちょっとした感じで。スポンサーありなしで決めていいや。スポンサーありなしで両方のアプローチができるから、スポンサースポンサーもう話したい人がいたらどんどん入ってもらうみたいな感じで、うん、で次最後は初心者プラグインの紹介、うん、いいですか、これ初心者のセッションです。これ本当にこれでいいんですか。
メグさん、さすがメグさん。次、中上級者向けトラック、ワードプレス 3.2、多分この頃には 3.2 っていうのが出て、大体広まってる感じですね。そうして、その中での、例えば 3.2 の、ちょっとワードプレス最新情報でいいんじゃん、もう使ってる人向けの最新情報、それまあ要は最新機能を紹介しますよと、はい、もしかしたら 3.3 になってるかもしれないですね。それはない、そうやな。あ、でももうベータがリリースキャンディデートが出てくるかもしれないですね。今見た、今見た、例えば投稿テンプレートの使い方とか、案外なんか入れるけど使っどうやって使ったらいいか分かんないっていうのがあったりするんで、そこら辺の紹介とかですね、カスタム投稿タイプとかも含めて、まあ、使い方というよりこういうのがありますよ。そうですね、新機能紹介って言ってもいいですかね、うん、次、マルチサイトの作り方。マルチサイトって機能があるんですけど、その機能を使って、そうですね、最初に多分この機能紹介で、ワードプレスでこんなこのがあって言いますよ。だからそれ去年名古屋市大の桜井さんがやってくれた。あ、これやってくれたんですか。そっかそっか。だから大学でマルチサイトを使ってなんかいろいろやった。100サイトぐらい作った。すげー、一つのインストール。すげー、聞きてえな、マルチサイト。あるよ、あると思うよ、アーカイブ見ときますじゃあ次、マルチサイト、まあ、さっき紹介してくれたから、じゃあその一部の機能を紹介しますよ。次、テーマの作り方、スマホショップ、テーマの作り方、より深いテーマの作り方ですかね。今日ケイジさんが言ってくれたようなセッションになるのかな、うん、それか、もっと言うと2010、あ、2011多分出てるんで、そこの紹介でもいいかなと僕は思います。2011の子テーマの作り方とかね、うん、かそれは講師の方が決まったら、うん、その人の得意分野で決めてもらったら、だからテーマ系、テーマ系そうですね、そうやって書いておけばいいですね。中上級者のやつはもう大体コンセプト先に、コンセプトだけ決めて、あとは、サイボーズとあとワードプレスのコミュニティの中でお声掛けして、そうですね、それで、でも中上級者コースは別にあんまり決めやんでと思う。もうみんなある程度使い続けてる人だ。一番いいのはそのターゲットを決めることなんですよ、うん、だから今初中級者をどういう初中級者にするか、例えば26歳千種区に住んでる男、最近独立してペルソナですか、ペルソナ分析、ね、まあ、だからそれで、決めて、で初心者はそれでいいと思うんですけど、中上級者はじゃあテーマのディープセッション、テーマ系セッションでディープなことをやってもらおうと、うんうん、2011とかだったらこっちに来るかもしれないですね。確かにそうですね、うん、じゃあそれじゃあ、で去年もほこりさんが2010の解説を延々と続けていただいたけど、うん、あれはもう完璧に上級者向けの内容でしたからね。あ、うん、なるほど、じゃあほこりさんですね、うん、また決まりやね、毎年一つ詰めていくっていうめっちゃ大変やあれでもで次がクライアント向けの工夫、まあ、これはちょっとまだ、うん、実例を挙げてもらうようなイメージですかね。実例をこんなサイト作りましたよ、で実例 LT みたいな感じでもいい。あ、それだったら、それだったら実例 LT でもいいよね。それ面白そうですね。こんなサイト作りました LT、 そうですね、事例 LT にします。事例 LT、 ああそれ面白そうだな。これだったら結構みんな参加しやすいですね。そうですね、事例 LT、 なんかみたいな、はい、初心者から上級者まで、はい。次、大規模サイトの作り方。一番最後、ケイベットさんにどうやってこれもサイトを作ったか。あ、僕もそれやってしまう。多分ここは今一番上級者の一番下にこの1個あって、この左側は。そこの GLT にしたらいいんじゃないですか。そこ、うん、そこ
そうですか。それやったら GLT はさ、あの初心者でも別に専門知識があんまりなくても事例やから、もちろん内容的には もしかしたらね、上級者向けかもしれないけれど、でもあ、いいじゃない GLT、うん、思ったんですけど、さっきそこに書いてあった大きなサイトの作り方っていうのは、うん、マルチサイトのところにちょっとこう出しちゃって、うん、ちょっとかぶる、逆にテーマがテーマと系のセッションっていうのは1時間じゃちょっと少ないかな。大きなサイトの作り方は正直言って大きなサイトをあんまりないです、うん、ここに、うん、新しいアイディアって入らない方がいいですか。あ、なんか全然言ってください。全然こういう時しかできないと思うんで、そのスピーカー同士の討論とか聞けたら面白いなと思うんですけど、あ、もう自由トーク、それも懇親会とか、まあ、その事例と事例 LT のところ僕がいいと思いますね。やるんだったら、それでも最後の枠でもやってもいいし、そういうの面白いですね。だから おでさんとかにね、うん、あの日本語のパッケージを作る上での苦労話、ああそうだ、今 3.2 で相当頑張られてますね。もう 100% 作ったって書いてある。 3.2、 あ、今もう翻訳したって書いてあった。うん、今なんかチェック中なんですけど、分かんない。帰ったらチェックします。ここが全体の方に書いてた。マルチワイトプラグインを修正して、ここが利用できる。よほど冒険好きでないかに。もう一個じゃあどうしよう。もう一個どうしよう。テーマセッションかプラグインのパート2みたいな。あ、ゆりこさんが来るからゆりこさんのセッション作ってやるやん。あ、プラグインの作り方でいい気がしますね。プラグインの作り方で、まあ、ゆりこさんにその携帯、ゆりこさんも絶対喋ってもらう。喋ってもらう。確かに。まあプラグインセッションでじゃあ。携帯でいいんじゃない？携帯セッション。携帯セッション。プラグイン括弧携帯とかいうとこ。あと5分です。おいっす。良さげですね。はい。じゃあ誰かこれメモっといてください。はい。写真撮って、あ、素晴らしい、そうですね。あ、ちょっともうちょっとあった。こっちがあった。スポンサーブース、もしかしたら A のあのちっちゃい会議室が余るかもしれないんで、そこをあの今もう余らそうよ。余らします。もう決まり。はい。で今無料相談っていう。無料相談ブース1個作ったらどうかって、僕からの提案なんですけど、あのなんか作るブース作れたらいいなと思ってます。ワークショップ、そう、ワークショップし、ワークショップ、あ、リビアショップみたいな、うまく動かないやつ。そしたら そこでユーストしようか。もしどうやろな、まあ電波の状態でなんだろう、なんか聞いたセッションをもうその後そこ行って自分のワードプレスでやってみるとか、あっていう感じも面白い。ワークショップをそこでやるんだったら、ある意味そこで座談会やった小田島さんとかも、じゃあ、来て小田島さんにも司会してもらおうかな。ワークショップで小田島さんにも星野さんも来るんだよ、うん、星野さんもずっとやってもらうよね。あの 1月とかこの前やったような感じでよければ、僕も例えばサーバーにインストールからテーマ作成からっていうのも前の資料があるんで、そういうのもできるにはできます。でも いろんな人が来るんで、そういう あんまり話聞いたことない人のセッションできれば僕やってほしいなと思ってます。僕はあんまセッション立たずにだからそこはもうある意味もオープンにしてうん、うん、勝手にやってくれ的な方向性だけ、だいたいワークショップでなんか作る場所みたいな、うん、工作室みたいなの書いといて、うん、やってもらうと面白いです、うん、工作室もしくは相談室みたいな、なんじゃそりゃって感じですけど、良さそうですね。じゃあこんな感じで、それもすごい、だセミナーで受け身のところになるか、自分で参加する場所、ね、こういうのでよくあるの、僕の、 あの気持ちとしては聞くだけで終わるのすごい嫌なんですよ、うん、聞いてやってみるってところが欲しいなっていうのは常々思ってるんで、これぜひやりたいですね。わかりました。じゃあこんな感じでいきましょう。はい、おいっす。はい、じゃああとのメンバーの当ては、頑張りましょう。サイボーズでいきましょう。はい、
それで来月の7月はですね、勉強会というよりも、この強化合宿になりますので、興味がある方はぜひ参加してください。時間が今日と同じぐらいの時間で予約するはずです。あれです。どうか。またご連絡します。いやいや入ってないし。言ってきます。入ってください。確かに。ええ。あのちゃん消えるんだ。私が入ってないし。メールの手が入りますね。はい。私の方こそ。ラジオ研究に入党みたいな。あ、そうですね、あ、そうだ、来月は場所がですね、ニューキャストさんじゃなくって、美浜荘、今度、このワードキャンプやる場所ですね、ワードビーチやる場所でやります。美浜荘です。南浜荘。どっちかな、分かんないですね。なるべくたくさんの人に来てもらって、海外チームじゃねえ、東京からもゆり子さん今度来ていただけるみたいな話されてたんで、そうですね、泊まってほしいですね。懇親会用の料理をみんなで食べてみたい。そうです、確かに。で、一人参加に。うん。吉山さん、お疲れ様です。こっち取っときますか。わ、初中中としてましたね。そうそう、トマト使ってるんだ。あ、そう、ごめんなさい、懇親会今からやる、懇親会行くんですけど、懇親会出られる方手挙げてください。はーい、処理です。今日っす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あれ1、2、誰か数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。勝さん行きたいんやけど、とりあえずじゃあ、西山さんが一人今日、ありがとうございました。あ、西山さんも来るんで、はい、じゃあワードベンチ名古屋6月勉強会、株式会社ニューキャスト様のセミナールームからお送りしてきました。来月7月の勉強会も輸出する予定ですので、まあ来月はどうやろうな、まあよろしくお願いします。ということで皆さんどうも、長い間、視聴していただきましてありがとうございました。それでは失礼します。放送はようこそニュースの勝がお送りしました。ありがとうございます。失礼します。録画終了。